えい、何してんの？日本って年越しの瞬間ジャンプする決まりでしょ？そんな決まりねえよ。あと30分で年越しだよ。長えな。ジャンプするならギリギリでいいだろ。ほらみんなもジャンプして。次の発売日月曜日だぜ。これ週刊少年ジャンプだろ。漬物村のたくあん坊やが最終回だってさ。聞いたことねえわ。よく続いてたな。あと30分か。ジャンプなそれ。頭はげるぞ。どうせならみんなで焚き火しようぜ。ジャンプだよそれは。まもなく年越しでございます。3、2、1、電車もジャンプした。明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。これお年玉です。ありがとう。よかったね、ソウスケ。うん、ソウスケ、ちょっとトイレ行ってくるね。うん。どいたどいた。あ、いたたたたたたた。まんまとお年玉を落としたわね。どいたどいた。結構分厚いわね。大金ゲットよ。おいこらてめえ、何よ。お年玉をお孫さんにでもあげるんですか？そうよ。僕もお一個にあげたいんですけど、いくらぐらいあげたらいいんですかね？そんなの知らないわよ。橋爪さんはいくらなんですか？え？切符？僕のだ。なんで切符なのよ。あなたが奪ったのはポチ袋に入った切符だったんですよ。じゃあ返すわよ。いいえ、年明け早々警察がお待ちです。メイちゃんの年賀状がないよ。郵便屋さんも忙しいから明日来るんじゃない？昨日もそう言ってたじゃん。きっと大丈夫だよ。ほら電車見に行こう。うん。社長さん。はい。年賀状をソウスケ君に届けてほしいの。そういうのは郵便局に行ってね。もう今日の回数が終わっちゃったの。じゃあ明日にしたら。届けてあげるよ。え？その子はどこにいるの？いつも豊橋駅で電車を見てるの。今日もソウスケ君はいると思うの。わかった。もしいたら渡しとくね。ありがとう。3時3系かっこいいね。そうだね。もしかしてソウスケ君？え？お友達から年賀状の到着です。メイちゃんからだ。シャザーさん、ありがとう。ありがとうございます。本当にいるとはな。ん？チョーン。ちょっと、女性専用車両に男がいるわよ。どこですか？あれよ。え？あの運転手どう見ても男よね。ああ、はい。どうせ鏡越しにこっちを見てるんじゃないの。いやらしいわね。いや、それは仕事上仕方ないことですので。仕方ないって何よ。じゃあ女風呂の掃除に男が入ってきてもいいっていうの？それはとにかく運転手も女にしなさい。そう言われますとこちらも仕事にならないですよ。それは女性社員の採用が少ない過去に問題があるんじゃないの。時代遅れもいいとこよ。あの、え、お、私女ですけど。ママ、明日は雪だるま作ろう。ソウスケ、明日から学校だよ。え、嘘だ、行きたくない。ダメだよ、学校の準備しなさい。やだ、もっと遊びたいんだ。ちょっと、うー、どうしたの。今日で休みが終わっちゃうんだ。学校なんて行きたくないんだ。そっか。僕は将来何になりたいの？電車の運転手さ。いいじゃん。でも電車の運転手は冬休みもないんだよ。そうなの？みんながお休みの時も電車を走らせないとだからね。じゃあ僕も休んでられないね。駅員さん、バイバイ。行ってらっしゃい。ママ！どこ行ってたの？明日の学校の準備手伝って。え？もちろん。にぃ！帰ったら漫画でも読もうっと。おい、のぶた！ちゃいよ、お前の切符、俺様によこせ。嫌だよ、そしたら僕が改札から出られないじゃないか。のぶたはどうなっていいんだ、早くよこせ。ああ、そんな、ひどいよ。はっは、早く帰ってリサイタルでもしようかな。お客様？はい。切符を回収しますね。いや、その、持ってないんですか？さっきジャイオが。何、意味わかんないこと言ってるんですか？まさか、正常者ですか？ああ、そんなはずないですよ。怪しいな、お前。事務室に来い。そんな、助けてよ。ほらガキ、マジのこと話せよ。ん？俺がのぶたの切符取りました。まったく、事務室に来なさい。行ってら。しずかちゃん、すげえよ。タクポよ、何お願いすんの。宇宙平和、規模でか、初詣頼ぽよ。ちょっとあんたたち、何？ホームで初詣ができるみたいよ。え、本当かよ。あそこにお賽銭があるでしょ。きっと願いが叶うわよ。せっかくだしやってこ。そうだな。バカなカップルでよかったわ。これで今日は稼ぐわよ。じゃあお寿司食べ行こう。うん。これから初詣ですか？さっきホームでしてきたよ。ホームで？おばさんが教えてくれたんすよ。最近できたんじゃないの？そんなのホームにないはずですよ。皆さん、騙されてます。え？
稼いだ稼いだ、あとは逃げるだけね。おいこらてめえ、よくも騙してくれたな。許さねえぞ。駅員さん、どうされました？改札で規制を上げてる人がいます。え、すぐ行きます。お客様、何事ですか？勝地と申しますか？知らないですよ。何やってるんですか？新明けですね。新明け？新年明けましておめでとうございます。すぐ明けおめだろ。今日はどうしたんですか？ここにお賽銭してたんです。自動改札の切符入れるところにお賽銭しないでください。違うんですか？違いますよ。だって金の音もするじゃないですか。改札のエラー音ですよ。あんたが小銭入れて詰まらせるからピーピー鳴ってるんですよ。じゃあこのエマを結ぶところもないんですか？これ IC カードですよ。せっかく今年は眉毛が繋がりますようにって書いたのに。繋がりたいんですね。はい。じゃあ近くの豊川稲荷でも行ってきたらどうですか？行けないんですよ。なんでですか？伝代さん改札にぶち込んじゃったので。帰れ。運転手さんかっこいいな。進行俺。かっこいい。ちょっとあんた、はい、何夢見てんのよ。え、高卒で運転手なんてなれないわよ。できたらいいなって思ってただけです。しかもあんたは女よ。女なんて運転もさせてもらえないわよ。そんなのわかんないじゃないですか。無駄なガキよ。あんたは諦めて私の靴磨きでもしてなさい。時給10円で雇ってあげるわ。そんなひどいです。おいおらてめえ、あんたの考えはとっくに賞味期限切れですね。何が言う。来年度から鉄道免許は18歳から取れるようになったんです。何よ。そしてお姉ちゃん、安心してください。現在鉄道会社では多くの女性運転士が活躍してますよ。そうなんですか。あんな人の言葉気にせず夢を叶えてくださいね。はい。何、おばさんの靴磨き見つかるといいですね。チューチーズ。遅延ですか。10分のちょうだい。初遅延症ということで30分おまけしときますね。あざぽよー。おはぽよー。たくぽよ、新年早々遅刻か。これ遅延症。30分遅れか。仕方ない。イエーイ。じゃあみんな書き初めを回収するぞ。みんななんて書いたの。よろしくー。怖えよって背中に書いてきた。ちゃんと消えるやつだよね。俺は去年流行ったあの言葉。何。ひき肉です。字書けよ、書き初めなんだから。俺は今年の目標書いたぜ。何。家族友達が健康で仕事や習い事がいい方向に進み、毎日笑い合って幸せでありますように。長えよって思ったけど、いいやつだなお前。じゃあ西川はなんて書いたの。俺は全然普通だよ。何これ。おまぽよ、今日のバイト5時入りなんだけど、4時で乗らねえと絶対間に合わねえ。たくぽよ、半分教室から出てるぞ。顔見えてんだからよくね。ダメだ、ちゃんと教室に入れ。これでいい。ちょっとしか動いてねえだろ、ちゃんと入れ。すぐ帰りたいの。ホームルーム終わるまで待て。この後台風来るから4時で乗らないと電車止まっちゃうの。嘘つけ、今日は一日中晴れだぞ。保育園に妹迎えに行かないとだから。お前一人っ子だろ。校長先生とご飯の予定あるから。本当か。とにかく早くホームルーム終わらせろよ。この後本当は何があるんだ。バイトだよバーカ。あっこよ。やるっすよ。めっちゃ睨まれてる。ママ怖いよ。ソウスケ見ちゃダメ。どうされたんですか。あのおじさんが睨んでくるの。さっきからずっとなんです。すごく怖いんです。わかりました、こちらで対応します。不審者はどちらに。あの人です。金さん助けて。お願いします、助けてください。任せてください。おいお前、周りを睨みつけて何を企んでいる。何のことよ。とぼけるな。さっきから子供や女の子を睨みつけていただろう。そんなことしてないのよ。じゃあなんで睨んでたんだ。文字が見づらいのよ。老眼でな。老眼。たくまだ来ねえのか。おじさん何見てるの。僕にも見せてよ。いいぜ、見せてやるよ。わあ、線路が奥まで見える。たく電車うせえな。少年いるよ。大丈夫。あいつどこ行った。やべえ、大事になっちまった。逃がすかよ。俺は悪くないんだ。ここまでだ。ホーム柵を越えて覗き込むなんて危険すぎるぞ。少年が落ちてたらどうするつもりだよ。助かったんだったらいいじゃねえか。じゃあ私がいなかったら少年はどうなんの。私より何十年も長く生きてんでしょ。もっと先のこと考えろよ。おじさんごめんね。いやいや俺が悪かった。反省しな。はい。
クソが。何事ですか？やってくれたのに。え？踏切の近く歩いてたら電車から誰かのクソが飛んできたのよ、クソが。いや、そんなことないと思いますが。あるのよ、確か電車のトイレは垂れ流しだろ。え、それマジ？いや、それは20年ほど前の話ですよ。でも20年前は垂れ流しだったの？そうなんですよ。え、無理ぽよ。開放式トイレといって、下を見ると線路が見えたんですよね。やば。当時は沿線の住民から臭すぎるとクレームの嵐で、大害とも言われていました。マジ無理ぽよ。今の時代でよかった。クソの話はいいのよ、クソが。ああ、すいません。じゃあ俺に飛んできたのは一体何なのよ。あ、それうちの猫のクソ。クソが。チーズ。中傷ですか？20分のちょうだい。じゃあちょっとおまけしときますね。あざぽよ。おはぽよ。なんで遅れてんだ。電車の遅延。これ遅延症ね。おう。ん？どうした？電車2万分も遅れてたのか。じゃない？そんなわけねえだろ。駅員さんのミスだよ。2万分って13日遅れってことか？そんな感じ。あいよ。あいよじゃねえだろ。電車が13日も遅れるわけないだろ。今日の給食何だったの？レーズンパンだったはずだ。わかめご飯だよ。あ、そうかそうか。失礼しまーす。いや、くすのき先生の授業今日ないですよ。あ、そうかそうか。じゃあ教科書を開いて。もう終わり？榊原先生、今日短縮授業ですよ。あ、そうかそうか。じゃあ帰りまーす。帰り道逆だよ。そっかそっか。みんな正月ボケしてんな。彼女の声が好きだった。いつまでも聞いてたい、そんな声だった。以上、放送委員会からのお知らせでした。じゃあ私帰るね。あのさ、何？タクポヨは好きな人とかいんの？何急に。いや、ちょっと気になっただけで。いるよ。え、どんな人？鏡に映ってる人。え、どういうことだよ。バーカ。ねえねえ、もうすぐ半年記念だからさ、ディズニー行こう。いいね、一緒に行こうぜ。じゃあ約束ね。おう、渡っちゃおうぜ。うん。じゃあ金貯めねえとだ。タクポヨ、ねえ、なんか足が挟まれて抜けないんだけど。ちょっと待ってろ。五十嵐助けて。死にたくないよ。五十嵐助けて。死にたくないよ。命は助かりましたが、今後事故の後遺症が出てくる可能性はありますね。わかりました。一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。五十嵐。あんた誰？あ、タクポヨって言います。五十嵐と付き合ってまして。なんであんたのせいでうちの子がこんな目に遭わなきゃいけないのよ。え、もう二度とうちの子に会わないで。分かったらさっさと出てって。あんたは無事でよかったわね。まもなく片瀬江ノ島行き発車します。え、五十嵐、お客様乗りますか？あ、大丈夫です。五十嵐、五十嵐、タクポヨだよ、覚えてる？ほら、高校の時付き合ってたじゃん。忘れちゃった？本当はあの時もう一度会いたかったの。五十嵐が元気にしてるかだけでも知りたかった。ねえ、なんとか言ってよ。ちょっと五十嵐。どうしたんだろう。お客様？はい。あのお兄ちゃんは耳が聞こえないんですよ。どういうことですか？突発性難聴といって、事故の後にだんだんと耳が聞こえなくなっていったみたいです。事故って？7年ほど前に踏切で電車とぶつかったんです。それも誰かを助けようとしたみたいで。そんな。だからお兄ちゃんとはいつも手話で話してます。手話で？駅員さん、手話でバカってどうやるんですか？そんなのいつ使うんですか？使うんです。バーカですね。バーカ。それから私は人生で初めて猛勉強をした。好きな人のためなら何があっても頑張れた。この電車は片瀬江ノ島行き特急列車です。なんか眠くなってきたなあ。あ、ただいま踏切でトラックと衝突したため緊急停車しております。え、大丈夫かな。安全の確保のためお客様には電車から降りて避難していただきます。うわー、ああ、え、続いて電車とトラックがぶつかったの。この後電車を降りるから私についてきて。車内のお客様全員避難完了しました。運転手もトラックドライバーも奇跡的に無事だ。よかったです。五十嵐と話したくて駅員さんに教えてもらったの。ありがとう。私の方がごめん。私のせいで耳が。なんでよ。
るよ。五十嵐が大変な時、私は何もできなかった。今日まで五十嵐に助けてもらった命を大切に生きてきた。だから今日から五十嵐のために生きるって決めた。じゃあ得意の手話見せてあげる。バーカ。鉄道員は新幹線の座席を、アメリカに座ってるアメリカ人がコーラ飲んでましたよ。 A 席をアメリカ、ボストンにボストンバッグの忘れ物ありました。 B 席をボストン、チャイナにチャイナ服の忘れ物ありましたか。 C 席をチャイナ、デンマークにデンマークの国旗落ちてましたよ。 D 席をデンマーク、イングランドにイングランドのサッカー選手がいましたよ。 E 席をイングランドと呼んでいる。鉄道員は運転士のことを、じゃあうてしにレラしときますね。うてしと呼び、車掌のことを、 2116F のレチ誰でしたっけ、レチと呼ぶ。鉄道員は寝坊が許されないので、ベッドに起床装置がついている。鉄道員が切符を売る機械を丸スタンマツという。鉄道員はプライベートでも、戸締まりよし、指差し確認をする。豊橋駅到着。こんにちは、山佐のちくわの物件買い占めてもいいですか。はい、今10億あるんで買い占めよっかなって思って。何言ってるんですか、今みんなで勝負してんすよ。桃鉄、桃鉄リアルにやる人いないですよ。ゲームでやっててくださいよ。おい、着いた。キングボンビーのせいでマイナス350億なんだけど。大変なことになってますね。逆転するためにうんちカード使うね。それで逆転できるんですか。あんま意味ないみたいですよね。カツジと申しますか。知らないですよ。僕もここで大逆転のカードを使いますよ。何ですか。おならカードです。ん、うわー、僕の勝ちですか。受験生は夏を制した者が勝ち。夏休みだからって遊びすぎんだよ。カラオケ行こう。あ、うん、まだ受験まで時間あるし大丈夫だよね。第一志望 E 判定ってマジでヤバいじゃん。いってらっしゃいませ。受験生頑張ってるな。タクコちゃん、え、推薦キマぽよ。え、おめぽよ。タクコちゃんは余裕でしょ。カラオケ行こう。あ、うん、全然余裕ないんだけど。お気をつけて。ご乗車ありがとうございます。あれ、タクコちゃんカラオケ行こうよ。うるさいな。合格もらってる人は気楽でいいよね。少しは私の気持ち考えてよ。まもなく特急列車通過します。もう私なんて、ちょっと君、周りと比べなくてもいいと思いますよ。どういうことですか。毎日毎日勉強をして通学する姿を見かけていました。君がやってきた努力は決して無駄にならない。結果よりもまずはやってきた自分に胸が張れるかどうかです。はい、君の大切な仲間が待ってますよ。タクコちゃん、勉強なら無限に付き合うよ。タクボヤちゃん。私は第一志望に入るために死ぬ気で1年間勉強をした。一人でやってた去年とは違う。今は最強の仲間がいる。受験は団体戦。今なら少し分かった気がする。98、115、129、あったー、やったねー、おめでとう、みんなありがとう。息ができない。11時45分までです。テストを始め。年中鼻炎の俺が今日に限ってティッシュを忘れてしまった。あいつ学校のトイレットペーパー盗んでやがる。あー、ダメだ、鼻水が垂れてきてテストどころじゃない。西川、何キョロキョロしてんだ。何でもありません。カンニングなら許さんぞ。してません。じゃあテストに集中しろ。はい。鼻詰まりで集中できねえんだよ。バーロー、ナイスだ胸を。これで鼻が噛める。石川、手に持ってるものはなんだ。え、カンニングで全教科0点だ。すいません、ケイさん、どうしたんですか。お客様、高知駅へ行きたいんですが。そんなことよりも、なんでそんな濡れてるんですか。今日一日中大雨なのに傘忘れちゃって。それは大変ですね。高知駅はどれ乗ったらいいですか。あー、3番線ですね。じゃあこの切符通しちゃっていいですか。通しちゃダメですよ、濡れてぐしゃぐしゃじゃないですか。じゃあ反抗してくださいよ。押せるわけないでしょ。とりあえず体拭きましょう。犬か。タオル使ってください。じゃあ床から拭きますね。頭から拭け。濡れてる大元はあなたなんですよ。じゃあ乾くまで待合室にいさせてもらいます。わかりましたよ。え、キーさん。はい。今日は一日いい天気でしたね。視察オレンジ鉄道のご利用ありがとうございます。レストランレッスンは最高だね。そうだね。早く食べたい。
あ、ちょっとトイレ行ってくるね。うん。ちょっと僕ちゃん、こっちの弁当の方が美味しいわよ。え、本当に？この電車に1個しかない弁当よ。いいな。優しいおばさんが交換してあげるわ。え、ありがとう。バカなガキね、昨日買った半額だったのり弁よ。ん？これで3万5000円のスペシャルランチをゲットよ。おいくらてめえ。え？お客様は座席だけのご利用でしたよね。ちょっとトイレに行ってたのよ。じゃあなんでスペシャルランチをお持ちなんですか？食事付きのプランの方にしかお渡ししてないんですが。それはうちの子のご飯返してください。うん。子供を騙していい思いをしようなんて絶対に許しませんよ。チュー。え、ケンさん。え？僕は半額のり弁でもいいよ。ソウスケ、だって電車で食べたら全部美味しいもん。本人がそう言ってくれてるので許しますよ。チュンチュン。